この作品は私にとってとても大切な、幼い時に母にいただいた絵本のようなそんな存在になっています。皆さんにとってもこの作品が大切な映画になってくれることを祈っております。特にないですあ、すいません、無理やり出すと撮影中にフェレット なんか太陽に向かってこう立つ、なんか、あ、ミーアキャット、あ、ミーアキャットミーアキャットをペットにしようかどうしようかを悩んでいらっしゃいました、うん、はい、池田さんが、それを強烈に覚えてます。よく覚えてますね。それは結論は出たんですか、池田さん。今ショウガラゴっていう猿に目移りしておりまして、猿飼いたいなって思ってます。いやー、感無量というか、監督と脚本を書いた梅本さんとは昔から知ってて、特に梅本さんの方はサッカー仲間だったので、割とこう友達に近い感覚で、その2人が脚本を書き上げたっていうこと自体が嬉しくて、それがオリジナルストーリーだっていうことがまた嬉しくて、だから本当に一枚一枚大切に読んだ記憶がありますね、はい。なんかここに名前書いちゃったから名前見えないように持ってって言ってたよ。はい、それ打ち合わせでさっきスタッフが言ってたやつですねはい、しちゃいましたけど、ちょうどなんかペンがないって言われて、本当はそれは失礼しました、書きたかったんですけど、ちょうどペンが切れたということで、まさかの、白紙でここに出すっていうのは本当に、いや、こんなことがあるのかなと思うんですけどね、そんな感じです。なるほど、どこから突っ込んでいいかちょっと分からないですけど、はい、ねえ、空白でも黒歴史がないっていうことになりますよね。黒歴史の話なんですか。いや、消し去りたい過去っていうとちょっとまあそういうことを想像しがちですけど、いや、まあ、特にその何かを浄化させたりとか洗浄させたりっていうことってあんまないな、確かに、という気はしますね。まあ、それもそうだし、本当にペンがなかったから書けなかったし、